いつもお世話になっております。今回は表明返礼式一層の攻略動画になります。これから始める人向けに作成しましたので、よろしければご紹介ください。いつも通りですが、一つのやり方として見ていただいて、やりやすい方法を取り入れていただければと思います。あと、チャンネル登録をよろしければしていただければ、動画作成のモチベーションとなりますので、よろしくお願いします。では、まず全体を通しての基礎知識です。裁きのねつらいで、これらの陣容に、雷玉がフィールドに配布されます。拾うと、フライというバフがもらえ、3スタックまででき、攻術するギミックを受けると、スタックが消費されるが、攻撃を軽減することができます。しかし、4以上スタックすると、蓄電というデバフに変わり、被ダメージが増加してしまいます。ST は、後で来る分離体生成というギミックの前には、必ず、依頼バフを3スタックにして、鳥を誘導しましょう。チャージボルト。ラムーがチャージボルトという技を使用すると、次の攻撃の強化、または変化します。ラムーの見た目で判断可能で、チャージボルトを見たら、雷玉を拾う癖をつけましょう。それでは、最初から見ていきましょう。裁きのねつらい。全体ダメージに加え、雷玉がフィールドに配布されます。分離生成。フィールドに、4本の杖が刺さり、1つだけ短い杖があり、その杖だけ AOE を出さないので、その付近がアンチになるので、移動しましょう。アンチは、この図のように、とっても狭いです。分離体生成。鳥の脇、飛来デバフが多いプレイヤーに向かって進んできます。ST は、飛来バフを多めに取って誘導しましょう。追いつかれると死んでしまいます。また、すべて単体攻撃です。チャージボルト。ラムーが強化され、次に攻撃するギミックが強化版となります。裁きのねつらいチャージボルト状態。強化された全体ダメージ。必ず飛来バフをつけておく。普通だ。フェイト1位に単体強攻撃。範囲に見えて単体。物理攻撃なので、牽制を入れましょう。雷雲生成の予習。一層の最初の山場。ボスからの距離に応じてマーカーが付与されます。遠いと雷雲予兆。近い人には、雷神の呪いが付与されます。この雷神の呪いは、雷雲の AOE に当たることで解除することができます。雷神の呪いの人は、定期的に AOE を発生させているので、決められた雷雲で解除しましょう。また、飛来バフを消費するので、注意してください。雷雲の捨て方には、クロス捨て、十字捨てなどがあります。では、アニメーションと、実際の動きで見てみましょう。雷雲誘導の人は、距離を取り、雷雲を四隅に誘導。雷雲を置いたら、呪いの人が解除しに来ますから、その AOE に巻き込まれないようにすぐ移動しましょう。内側にいた呪いの人は、解除するため、雲に AOE に当たりに行きましょう。次は、十字に誘導です。雷雲誘導の人は、距離を取り、雷雲を十字に誘導。この、十字置きは、近接組にとてもありがたいので、ぜひ採用してもらいたいです。十字捨て、実際の動きです。近接組は、短い上下移動だけで済みます。ライトニングフォース。ロックバック攻撃、カムレン、剣術を使いましょう。ちょうど呪いを解除してほっとした頃に来るので、忘れないようにしよう。四面体生成の予習。左図のように、来週に、ラムーとエキシオンの四面体を生成。それが突進してくるギミック。来週のラムーのチャージボルト状態かどうかに注目しましょう。チャージボルト状態だと、ノックバック距離に伸びます。ノーマルなら、変遷の真心ライン。チャージボルト状態なら、内側のレンガより少しだけ、外側が良いです。ラムーの分身には、ノックバックがあり、その分身が、チャージボルトで強化されていると、ノックバック距離が伸びるので、注意が必要です。これは、ノーマルなので、真心ラインですね。普通だ。
はがきのもつらい。サンダーストームの予習。プレイヤーの近くに勝敗 AOE が複数出現。ランダムだが、床の横レーンに沿って落ちてきます。その途中、DPS 4名、タンクキラ4名にボルトストライクというプレイヤー中心の範囲攻撃が来るが、飛来デバフを持っていると軽減することができます。分離体生成。鳥が湧き、飛来デバフが多いプレイヤーに向かって進んできます。また来ました、 ST 専用ミミックです。ズーだ。ステップトリーは栄翔完了後設置型 AOE、 通称タケノコ。栄翔が完了するまで動かず、栄翔が終わったらすぐ移動しましょう。裁きにもつらい。オーピンチャージボルトの予習。チャージボルトを14回行っています。つまり大技が来ます。分離生成で東側と西側に杖が7本ずつ出現。さらに四面体生成でラムーの分身とイクシオも召喚し、ラムーの分身がいない方の外周に移動して、そのラムーの前にコンテンツギミックの AOE が出現。タンクがコンテンツギミックを処理。コンテンツアクション踏ん張るを使用時はラムーの方を向いて必ず動かないこと。他のメンバーは左図のようにイクシオがいない側の杖の前に優先度順に集合。ラムーの突進に対してタンク一人がコンテンツギミックで踏ん張り、他の7人はエクシオンがいない方の杖の前に優先度順で立ちます。最初ラムー本体の突進チャージボルト状態なので、中央寄りからノックバックを受けましょう。その突進でノックバックされて杖を折ることで杖からの AOE アンチを作るというギミックです。戻ります。14チャージボルト。チャージボルトを14回行っています。分離生成で東側と西側に杖が7本ずつ出現。さらに四面体生成でラムーの分身とイクシオンを召喚し、ラムーの分身がいない方の外周に移動して、そのラムーの前にコンテンツギミックの AOE が出現。セントールチャージ。タンクはコンテンツアクション踏ん張るを使用時はラムーの方を向いて必ず動かないこと。他のメンバーは、イクシオンがいない方の杖の前に優先度順に集合。チャージボルト。ラムーが強化され、次に攻撃するギミックの強化、または、喧嘩。次に、チャージボルト付きのステップトリーダーが来るが、これはチャージされると、プレイヤー対象の衝動ナッツ範囲に変わります。チェインライトニングの予習。そして最大の山場になります。チェインライトニング、これは必ず最初にヒーラー2名に雷がつき、合計8回受け渡しを行います。東西に DPS にヒラ1名ずつ2組になって処理するが、 DPS 風雪ヒラが1固定し、遠隔 DPS が運び屋を行うと事故が減ります。この受け渡しは重なるのではなく一番近い人に移りますので注意してください。また二度付け禁止デバフがつきますので3人でやります。ではアニメーションで見てみましょう。 DPS とヒーラーはこのように待機しておきます。ヒーラーにつきます。動かなければ D3、D4 に移ります。図のように D1、D2 の横へ移動します。D1、D2 に移ります。
移ったらヒーラーの隣へ移動します。勝手に D1、D2 から一番近くのヒーラーへ移ります。これを繰り返すだけです。また受け渡し時にフライデバフになるとダメージが軽減されヒーラーに助かりますので、余裕があれば2つストックしておきましょう。ちなみになくても死にはしないです。D4 の移動を忘れた例です。 D2 に移ったものが一番近くの D4 に移り、二度付け禁止なので死亡し、また近くの D2 に移り、二度付け禁止なので死亡し、近くのヒラに移るということが起きます。分配生成振り回き、ヒライデバフの多いプレイヤーに向かって進んできます。また来ました、 ST 専用ミミックです。後半サンダーストーム。ギミック中、ST は鳥を引っ張っているので、邪魔をしないようにしましょう。また、最後に、ステップトリーナーのタケノコが来るので、忘れないようにしましょう。ステップトリーナー。栄翔完了後設置型 AOE、通称タケノコ。栄翔が完了するまで動かず、栄翔が終わったらすぐ移動しましょう。通だ。サバティのもつらい。2回目のフォーティーンチャージボルト。1回目に加えて横のイプシオンの突進が追加されていて、最後に来ます。一箇所にレーンだけアンチなので、ノックバック後に落ち着いて移動しましょう。チャージボルト。この後のサバキのもつらいの後、雷雲生成に来るので、ボスを中央に誘導しましょう。また、遠隔陣は、距離を取っておきましょう。雷雲生成、2回目。1回目と処理は同じです。注意点は、ボスを、事前に中央へ誘導しておくことです。ライトニングフォース、ノックバック攻撃、アムレン、現実を使いましょう。ちょうど呪いを解除してほっとした頃に来るので、忘れないようにしよう。サバキにもつらい。すぐ、チェインライトニングも来るので、各自持ち場へ。その後、チェインライトニング2回目が来ます。だ。サバキの熱雷。チャージボルト。ここのチャージボルトはおそらくランダム。とりあえず雷玉を拾っておきましょう。ステップトリーガー、タケノコかドーナッツ、ラムーンがチャージボルト状態か確認しましょう。あとはもう全体攻撃だけです。終わりが近づいてきました。頑張って削り切りましょう。